YouTube YouTube Space YouTube Space は、クリエイターのために、YouTube が設立した施設であり、ロサンゼルスやロンドンなどの複数の都市にある。YouTube Space は条件を満たせば完全に無料で、使用でき、YouTube は、機器、スタジオスペース、ポストプロダクション施設、トレーニング、ワークショップを提供している。ただし、クリエイター、必要に応じて、自分でスタッフを雇う必要がある。 2020年時点で世界中20の YouTube スペースがある。これら常設スペースの他に期間限定のポップアップスペースも存在し、過去にはバンコク、マドリッド、メキシコシティの3都市でオープンされた。最初に生まれた YouTube スペースであり、2009年にオープンした。3つの防音スタジオ、編集スイートおよび YouTuber が商品を販売するためのストアが備わっている。 また、コーヒーバー付きのコミュニティエリアもある。2013年にオープンした2番目の YouTube スペース。場所は、ロサンゼルス国際空港から数分の場所にある。2013年にオープン。日本の伝統的なホームセット、教室セットや、ゲーム商用のモジュラーセットが備わっている。クリエイター向けのトレーニングルームや、レコーディングスタジオも併設された。なお、 東京の YouTube スペースは2020年に六本木ヒルズから渋谷駅付近に移転予定である。2014年にオープン。世界で4番目の YouTube スペースであり、米国拠点としては2番目である。ニューヨークのチェルシーマーケットの6階に位置し、2万、平方フィートある。2014年にオープンしたブラジルで最初の YouTube スペース。2015年にオープンしたブラジルで2番目の YouTube スペース。22000平方フィートのスペースがある。2015年にオープン。クリエイターがベルリンの YouTube スペース利用するための必要条件はチャンネル登録者1000人以上のみであり、他の多くのスペースよりもはるかに簡単に利用できる。2015年にオープン。2015年にオープン。広大な制作複合施設内に千4 0 0 平方フィートのスペースがあり、400平方フィートのスタジオ、ラウンジ、ワークショップスペースがある。4K 動画の編集が可能な2台のパソコンがある。2018年にオープンし、世界で10番目の YouTube スペースとなった。他のスタジオと同様に、YouTube と提携して、完全装備のスタジオやクリエイターのコンテンツのために、ポストプロダクションとコミュニティサポートを備えている。 ありがとうございます。